司法書試験が難しい試験と言われるのはなぜ。動画の視聴ありがとうございます。え私レックス二講師根本と申します。えここでは司法書試験なんで難しいんだろうと。いわゆるまあ合格率低いのは一体何でなんだろうと。それをここで検証していこうと思います。この合格までの難所は私は三つあると思っています。 全科目の学習を終えること基準点レベルに到達すること合格レベルに到達することこの三箇所に難所があると思っています一つ一つ説明していきましょうまずは全科目の学習を終えることここですがこの試験全部で十一科目あります そして、ある科目を勉強を終わで次の科目に行ったら前の科目の復習もうこれもやっていく前のの科目学学習と平行学習と行がいるんです。その結果量に圧倒されると一個一個であればそんなに難しくはないでもそれを何個も何個もやってしまうことによってもう量でやられてしまうと。 そういった方が多くいらっしゃいます。では次基準点レベルに到達すること、十一科目あります。でこの十一科目多く出る科目とそんな出ない科目に分かれるんですね。 そのためこの学習の強弱メリハリをちゃんとつけないといけないんですそしてまたそのた暗記と理解のバランス理解で頭に入ると気持ちいいし忘れないんですよだからどうしても理解理解でいこうと思うんですが理解全部が全部しきれないんですね でも、ね、やっぱ暗記って嫌なんですよね。でそこをどうやっていくかなんですよ。結果的に思うのはやはりまたねこの忘れて覚える覚えて忘れるの繰り返しという点もあるんですね。こちらの方になりますが。ってなるとやっぱ必要なのは我慢。 ある程度の我慢が必要になってきますそしてここまでいった上でいわゆる足切り点を到達点プラス2 5五6点いわゆる合格ラインに上乗せがいるんですねこれですが基準点を超えれば自然とそれがねポッと 上がってしまう方そういう方もいればどうしてもねそこに時間かかってしまうという方もいらっしゃいますで多くのね合格者見てて思うのが受かった方ってね自分に合った学習法を見つけてるんですねこういうやり方でないと受からないそれはないと思いますたただ受かった方ははねあ自分は 演習中心の方が頭に入るなあ自分は演習とインプットが半々の方が入るなあ自分インプット中心でいいな自分に合った学習を見つけてるこれは間違いありませんなんでとにかく早く基準点レベルに行くそしてその上で自分に合った学習法を早く見つけていくこれがポイントなのかなとそれが今自分が実感していることです こちらのの動画の方は以上になります。他にもねいろんな動画を撮っておりますのでもしお時間があれば見てやってください。ではこちらの方で失礼いたします。ありがとうございました。